ちゃこんにちは。さあ4月ももう終わって5月に入りましたので、はいはい、今日は4月、まあ、開幕から4月までの監督総評を今年もやっていきたいなと思います。いいのかな。いや、いいと思います。まあ俺も年になったからな。うそうです。だって全員もう岡田監督以外はそうだな、年下ということもありますし、よかったよ、阪神が強くて。そうですね。そうじゃあまずあのセリーグからいきます。はい、4月30日で1位、はい、阪神ですけども、岡田監督はああもういいよね、うん、打つ手とかね、はい、まあ例えばヤクルト戦だったかな、1点取って、うん、近本が1塁、はい、ワンアウト中野にしっかり送らせて、うんうん、森下がタイムリー打つ、うん、で2点差にした、うん、そしたら9回に竹岡のホームランが出て、はい、その1点だけで逃げ切ったんだけど、やっぱそこら辺の詰め将棋じゃないけど、やっぱ相手を詰めていくっていうさ、あそこでやっぱりバントをさせるっていうさ、まあ、中野もその時っていうのはそんなに当たってなかったんだよね。で、まあ、そこら辺の勝負どころの勘というかさ、まあ、そういうところを考えると面白い野球やるなと思うよね。本当にあのよく相手の観察というかしてるな、してるなって思いますね。いやだから、まあ、木浪がエラーした時、うん、まあ、次の日から大畑を2試合使って、はい、でまたは戻したけど、うん、まあ、そういうね使い方とか、うん、あやっぱうまいなと思うしな。そうですね。あとあの1日だけ豪快なシャッフルをした時もしたね。あれはまあ気分転換だ。あの大山選手がやっぱり打てなくて、まあ、そうだなっていうところから5番にしたけれども、それをするとどうして大山選手をファームに行かせないっていうファンの声をかき消すために、だったらもうどっからかしちゃうっていう。まあね、でも昨年から一度も4番外れてないとか、はい、どうのこうのが負担になってた可能性があるよね、はい、じゃあ1回外してやればもうそういうこと言われなくて済むじゃないかって、うんうん、はい、で外してまた戻すみたいな、やっぱそういう配慮だとかいろんなことを考えると、まあ、岡田監督っていうのはすごいなって思う。ですよね。ただやっぱり4月の前半はそんな中でもやっぱり苦しい戦いだったのか。苦しいんだけど慌てなかった、うん、だから1回シャッフルしただけで何にも変えない、はい、あの先発ピッチャーもローテーション通りに使ってる、はい、ただその里輝を5番から6番とか、うん、そういうところはちょっと入れ替えはしたりとかしたけども、まあだけどほとんど変えない、うん、だからまあやっぱり選手を信じきる力もあるし、うん、まあ、大したもんやなと思うよね。おっしゃってたのは、そのあれだけフォアボールを出さないピッチャー、フォアボールを取る野手陣だったのが、4月始まった時はフォアボールを出すピッチャーとフォアボールを振ってしまう野手っていうところからのスタートを、岡田監督はよくまたこの4月終わりまでに首位に持ってったなっていう。まあやっぱりこうね、何もなくて優勝なんて昨年もできるわけないわけだから、はい、だからそこら辺は選手を信じてただろうし、うん、まあ、そのうち良くなるっていう風なことは考えてたと思うから、はい、だからその信じ切る力っていうのもすごく必要だしね、はい、信じ切った先にやっぱ岡田監督が目指す野球が戻ってきたという、うん、だからまあ大した問題だよ ね。あとは岡田監督がその抑えに関して4月におっしゃってたのが、岩崎投手とゲラ投手を両方使っていくというふうにおっしゃってたのも、あ、岡田監督らしいこうその時に応じてっていうことなのかな。まあ、本当だったら決めてほしいだろうけどね。あ、まあ、ただ使い方とすれば、うん、左バッターが向こういるって言った時には岩崎が出てきて先に来るし、はい、だからもうそういうことで分かりやすくはしてるよね、うん、だからまあそこら辺のその配慮の仕方、はい、まあそういうこともいいよね、うん、やっぱりさすが岡田監督でしたね。まあそうだな、はい、まあ、何も言うことはないんじゃない。ないですね、うん、さあ2位の巨人は阿部監督、阿部監督は初めてのシーズンです、監督として。まあそうだな、よく耐えたなって思うよね。うん、キャンプの時の言動見てるとさ、うん、結構厳しいこと言うんだろうけども、はい、まあだけどシーズンに入るとやっぱその言動も多少控えながら、うん、我慢しながら、はい、で試しもしながら、でも目指してる野球はぶれないで、うん、っていう意味からすると、まあ本当によく耐えたなっていう感じはするよね、うん、あとはやっぱこうキャッチャー問題いろいろ言われてるけども、うん、やっぱ大城がこのままではやっぱ腐ってしまうというか、はい、そこをどうしていくのかなっていうふうなことは楽しみだけどね、うん、見てると、うんうん、だからどういうふうに大城のモチベーションを上げてやるのかどうか、腐らすためにやってるわけじゃないから、はい、監督だってね、だから、まあ、そこら辺をどう誘導していくのか、うん、
まあ、そこら辺はちょっと楽しみだけど、ね、あとは野手の使い方、例えば外野手を日替わりで変えてみるとか、あと打順がなかなか固定できなくて、例えば坂本選手を5番から3番にして、でまた5番に戻して、今度8番の吉川尚輝選手を例えば3番だったりとか、いろいろ試しながらの4月でしたけど、そこら辺はどう、まあ、もうね、限界まで我慢してるよ彼は、うん、ね、監督は限界まで我慢して、これって思うことをしたら丸1番2番佐々木とか、2番佐々木とか、3番吉川、うん、吉川、はい、これがパッとハマったよね、うんうん、だからまあそういうことをしていかなきゃいけない、まだそのぐらいの力しかチームにはないのかなっていうの感じがするよね。だから阪神みたいにその王道でさ、はい、まあ、変えないことがいいって言われるかもわからないけども、やっぱ変えようがないんだよね、うんうん、ああいう風に固まってしまうと、はい、でも巨人は固めるためにどこが適任かっていうことを今試しもしてるし、自分の理想に近づけるにはどうしたらいいのかっていうことを模索してる、うんうん、その中でやっぱりよく耐えたよ。そうです、あ、そらね、ベンチも殴りたくなると思うよ、まあ、由伸さんとの4月の対談で見たんですけど、もうベンチで見てて選手に暴言言いたくなるようなエラーとかバッターボックスでの時は言うんじゃなくてメモに書くんだそうです。叫んだこらとかひどい言葉まで、それで選手には言わずに自分の中で消化するんですとも話してたり、耐えてると思うよ。うん、ただまあチームがね、まあ、若いから、若返ったから、うん、だからまあそこら辺はよく阿部監督は耐えてると思うな。あとはこれまでの巨人 の、 そのやっぱホームランで打ち勝つとか、そういういわゆる巨人のイメージを今年はつなげる野球なんだっていう、なんかこうガラッと変えることを、改革を非常に頑張ってここまでやってきてるのかな。まあ、いろいろな声が聞こえてくると思うんですけど、まあ、得点源ってうるさかったな。そうそうそう、はい、でも1割しかないと、うん、そうなんですよ。そうなんです。で勝つゲーム、すっきりするゲームは坂本が逆転スリーランとか、そうなんです、まあ、そういうことなんだけどね、はい、でもまあそういう野球もあれば、やっぱ勝負強い野球、うん、まあ、こういうことを目指してるのかなと思うとすごくいいね。そうですね。でもああやってスリーバントも強行でヒッティングではなくて、なんとか指示出したからスリーバントで行こうとか、そう、意志の強さっていうのは、まあそうだな、ブレない強さっていうのがあるよね、はい、ありましたね、はい、さあ3位中日、立浪監督、はい、まあ、ここはもう片岡さんとセットでいいのかな。まあ、まあそうだね、あのね、俺一番思うのは立浪監督の表情が変わったというか、ありましたね、温和になったというかさ、はい、広く包み込めるような、うん、まあ、そんな感じになってるし、まあ、例えば細川がホームランを打って帰った時なんかは肩叩いたりとかさ、いろいろしてた、コミュニケーションもうまくいってんだろうなっていうようなこともあるし、だから非常にうまく回ってると思う、うんうん、それはね、耐えなきゃいけないところは耐えなきゃいけないし、それと負けゲームの時でも、はい、あ、これは負けっていうことを覚悟しながら戦ってる、うん、そういう姿っていうのは俺はすごくいいと思う、うん、なぜかというとリスクを背負わないから、うん、で勝ちゲームのピッチャーは一切出さないとかさ、うん、もうそうやっていくしかないよね。いいピッチャーはいても戦力がたくさんあるわけではないから、うん、ボロボロに打たれても耐えるところは耐えるっていう、うん、まあ、そういうことがこうできてきてるよね、はい、で慌てなくなってきてる、うん、例えば中田にダイソーここで出すかなと思って見てたんだけど、でも出さなくて中田が激走して帰ってきて、はい、で9回先頭で中田が打席に立つとか、うん、あそこでダイソー送ってたらね、立てないですか、立てないから、だからまあそういう先読みっていうことも含めて考えると、うん、昨年とは全然違う、うん、立浪監督でいるなっていうふうに思う。隣にいる片岡さんの役割っていうのも大きいんですかね。大きな体、威圧感のある目つき、それでゆるーく喋ってるんだと思うと、なんか心が痛くなるけどな、あんなベラン目みたいな感じで喋れると一番いいんだろうけどさ、やっぱこう、同級生だけど監督としてね、一目置いて、相談を持ちかけるように喋ってるんだろうなっていうふうに思うと、心が痛くなる。そうですね。なんかいい、でもね、間に入ってから、いいコンビだと思うよ。うん、だから、すごく俺はうまくいってると思うし、監督としての、やっぱ今年がスタートかなっていうような感じがするんだ。だから5年間切らなきゃダメ。3年ではなくてです、ね、3年ではなく今年から初めて勝負っていうか、うん、はい、チーム作りという、
野球を教えられる、うん、今まではもう一軍に、ね、の選手になるために、はい、一生懸命立浪監督も使う、片岡二軍監督も一生懸命こう育てようとする、うん、でやっと育ってきて一軍の選手になった、これから野球を教えるっていう、うん、やっと教えられるレベルになったっていう選手たちが多いから、うん、本当にここまでよく2年間で持ってきたなっていうような感じ。そうですね。あ、そうそう、だから本当の勝負はこっからだよ。ようやく戦える土俵にスタート地点に、うん、まあ、はるかカナダに他のチームは行ったけど、うん、はい、いやだけど追っかけるだけの馬力は持ってるっていうことで、そうですね。あとはその開幕投手はその支配下にしたロドリゲス選手、内野手のと田中美希也選手の二遊間だったのをやっぱり違うと思ったら、例えばカリステ選手だったりとか、あと周平選手が抜けたところにまたカリステ選手だったりとか、まあ、村松とか、ね、村松選手を置いたりとか、あと山本選手とかも、それだけ競争も激しくなってきたし、それだけ使おうとするような、うん、そういう気持ちになってきたんだよね。やっぱそのぐらいのレベルにまだまだだけども、うん、上がってきてくれたっていうことで、そうですね、うん、ただやっぱファンの中で言われてるのはその岡林選手の起用に関しては立浪監督どうなんだろうっていうのは賛否は今ちょっとあったりとか、まああるけどな、うん、あるけど長い目で見たらやっぱ岡林が一番なのはもう明確なんだよ、うん、だけどやっぱ調子が悪い人間を優先に使うっていうことが、うん、やっぱファンの中では三好が良かっただけに それは言われるよね、うんうん、だからこれはやっぱ監督が言われるんじゃなくて岡林が言われなきゃいけない、うん、そこ本人がそうだよ、うん、そのね恩に報いないと。そうですね、使ってもらってるそれと三好にも失礼だから、はい、ね、うん、だから三好はやっぱキャンプの時から本当に頑張ってきたよ、うん、岡林がいなくて三好がいてくれたから助かったみたいな、うん、そういう選手になってくれたわけじゃない、うん、だからそれを外すからちょっと言われるんだけども、はい、でもじゃあ三好と岡林じゃあトータル的にどっちを多く使った方がいいかって言ったらもう岡林なんだよやっぱり、うんうんうん、やっぱタイトルも取ってるし、そうですね、ね、まあ、それ考えるとやっぱ岡林抜きではやっぱ一番というのは考えられないんだよ、うん、だから岡林が何やってんだって思う、うん、ぼっとすんなよ。そうですね、そこは本当に、うん、と思うよ俺は。そうか、うん、そこを使ってくれてる監督のそれに報いないと、うん、結果出さないとっていうところなんで、ね、でも岡林が上がってくるまで三好で俺はいいと思うけどね、俺の考えはね、うんうん、それは、うん、あの私も見ていてじゃないと三好がちょっとな腐っていっちゃうような、うん、っていうのが嫌だよな。そうですね、はい、さあ続いて広島の新井監督です。新井監督も苦しいんだな。いや、まず出だし主軸が決まらない、外国人2人が離脱っていうところからでした。いやな、どうするのかなと思ったら、まあやっとなんかこう形になってきたのかなっていうね、やっぱ新井監督は矢野を使いたいんだろうな、ショートで。そうでしょうね。そうだな。で矢野が落ち着いてきて打てるようになってきた、はい、じゃあ小園を騒がります。うん、構想通りっていうかある程度こう形作られてきてるというか、うん、だからこれからだと思うんだよね。それなんでキャンプの時にできなかったのっていうふうに、そうです、ね、まあ、疑問に思うんだけどさ、やっぱ外国人が抜けたっていうことが、はい、やっぱ一つね、なあ、ちょっと当てが外れたというかさ、まあそういうことだよね、うん、だからまあやっぱ相澤の使い方とかね、もうやっぱこれからやっぱ考えていってほしいし、うん、でもうぐさを使ったりだとか、そうです、そうです、なあ、はい、右でホームラン打った二股、あ、二股とか、はい、ああいう選手をこう思い切って抜擢して使いながら結果を出させてるという、はい、で下にはまだ佐藤というね、はい、そうです、そうです、選手もおると、うん、いうことをこう考えるとやっぱり夢広がるな、新井監督の下でやるっていうのは。そうですよね、うん、やっぱり夢持たせてくれるもんな、うんうん、若い選手には、うん、だからこれからだと思う、うん、やっとなんかこうチームとしての形というか落ち着きが出てきたというね、はい、まあ、そういうところじゃないかなと思うよ4月はね、うんうん、さあ DeNA 三浦監督です。走ることは積極的にやるんだよ、うん、でもこれは今まで DeNA が走ってこないという意表をついてるだけの話であって、これが DeNA が走ってくるっていう風になってくるとこれまたちょっと違うと思うんだよね。でもそこをかいくぐれたらやっぱ一つ
チームが持ってたその課題というものは克服しつつあるな、うん、だって牧野投手なんか誰も考えないよね、はい、でもそこで走ってきた、うん、それはもう確かに素晴らしい作戦だったし、うん、それが勝ちに結びついたというか流れを引っ込んだ、うん、まあ、そういうことはあっても、でもこれから走ってくる DeNA、はい、いいかランナー出たら、ね、必ず警戒しておけということになっても同じようなことができるんだったらこれは評価に値するけども、うん、まだそこまでいってないと思うんだよね、はい、だからこれからだよ、警戒されてくるの、うん、それでもかいくぐって走れる、うん、それだけの技術を身につけたかどうか、はい、ここからだよね。あと采配という意味ではちょっとどの試合かわからないんですけれども、最後逆転された試合で勝つと決めてたのか、早々にその牧選手、宮崎選手がもうベンチに下がってしまって、結局そのいやいや勝つと思って守備固めだ、守備固めか、ただそんないやいや、そうな、勝つなんて、まあ本当にね、あの下駄を履くまでわからないって、そうなんです、ね、だから勝つっていうのはもう10点差以上だよね。あ、でもそれだったら勝つと思ってもいいけども、うん、それはね、今の現代野球でそれは思ってないはずだ、うん、ただやっぱり守備固めで使いたいとか、うん、まあ、そういうこともあって変えてたんだと思うけど、まあ、逆転されてる。そうなんです。なので結局打席に立つことがなく、そのベンチからっていうのだったりとか、あとはやっぱりそのエラー、肝心なところでのエラーだったりとか、まあ、そうだな、エラーとか、うん、まあ、例えば6回ぐらいだったかな、うん、1点差ゲームで一番桑原が出た石上に対して打たしに行った、はい、そんなに信頼してるんだと思って、うん、でも打率は1割ちょっとだよ。そうなんですよ、打たしに行ってるんだと思って、で追い込まれた、ああフルカウントになった、うん、桑原走らせるのかなと思ったら走らせない、うん、え、信用してないじゃんってどっちなん、いやそれだったら送らせろよみたいな、その意図が、いやそれだ、そしたら佐野と牧に繋がんじゃんみたいな、うん、それも左ピッチャーのさ、はい、あの高梨だったかな、巨人戦変速で一番打ちにくいようなピッチャーが左バッターとして立ってるのに、はい、え、な、どういうことなんだろうっていう理解不能なことがある、うんうん、だから信頼して打たしに行ってんだったらフルカウントになった時点で、はい、俺は走らせたと思うんだよね、はい、これ選手もえどういう意図なんだろうっていうのが分からずに打席立っている、いや打たしてくれてるみたいな感じじゃない、そういう感覚か、そう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 、あとはね、打つ方向、勝つためには打つ方向っていうのは大事で、はい、そういうこともやっぱしっかり教えていかないからな、これは監督だったりコーチが徹底して選手たち、若い選手たちにも、でもまずは監督が理解しておかないといけないよ、じゃないコーチが言ってることは何が何やら分からんかとかもあるんですよ、だからピッチャー出身ってそういうところが分からないところがあるかも分からないよね、うんうんうん、まあ、それじゃ困るし、そうですね、うん、やっぱこう采配に対して辻褄がちゃんと合うようなことをしないと、はい、やっぱ選手から不信感が出てくると思う、はい、だからそこら辺はやっぱ避けたいよね、そうですよね、うん、じゃその俺が現役だったら不信感丸出しにすると思う、丸出しにするどういうことっていう感じで、はぁ、あ、みたいな、はぁ、あ、みたいな、どういうことみたいな、そうなりますよね、だからその俺だったらね、はい、俺黙ってらんないからゆうさん表裏ないんで言っちゃうんですよね、言っちゃう監督どういう意図ですか、意味ですか、聞いちゃうよね、そうですよね、なんで打たしに行ったの、打たしに行ってフルカウントでなんで走らせないの、いや三振するかもから、じゃあバントさせてくださいよみたいな、そしたらそれコーチからも出ないんですかね、いやコーチ会議では出てるかもわからないし、うん、まあ、どういう状態でコーチ会議が行われてるとか、うん、まあいろいろわからないけどもね、やっぱそういうところはしっかりつじつまが合うようにしとかないと、うん、はい、選手も野球を考えながらやってるからさ、うん、選手の上を行かないと、うん、あれみたいなことは困る、そうですよね、いわゆる選手にこうね、舐められると言ったら変ですけれども、そういうふうに見られてしまうっていうことにつながりかねなませんね、そうだね、あとやっぱりその打順で、ね、渡来選手の打順にしてもちょっと不可解なことだった、まあ、不可解っていうか、まあ、一番で行くのが理想なんだろうけども、うん、まあ、適正としたらどこかっていうのを探る、はい、でも6番ではないと思うよ、ないですよね、うん、だからちょっと迷走してるかなというね、うん、だから一人の選手に振り回されないようにしないと、はい、他の選手が迷惑するっていうことが言えるんだよ、はい、うん、だから彼が悪いんじゃなくて、うん、やっぱそう考えてる人たちが悪いから、
首脳陣ということですね。そうそうそう、うん、だからちょっと頑張らないとね。確かにそうですね、うん、さあ高津監督です。ヤクルト苦しいな、去年に引き続き。いやだってエースもいない、うん、誰投げさす、信頼して投げさせたらひっくり返される、はい、やっとだよ、うん、形になるかなっていうところまで我慢できたのが、だからよく我慢してると思うよ、俺たちから。去年からずっとですよね。我慢しかないよ。特にピッチャー陣。ほんで、塩見は怪我する。またそうなんですよ、ね。山田怪我する。はい。監督のせいか。いや、もうこれ、本人ですよね。だろう。はい。だから我慢するしかないんだよ。ピッチャーもそうですからね。ほんで、村上をもうね、団長の思いで2番にしたいなとか、はいはい、調子上げさすために、うん、だろうけども。うん、だからいろんなことをやりながら、やっと形にしたよね。ようやくですね。だと思うよ、うん、だからよ本当に我慢してると思うよ。いや、まず事の始まりがその、ね、開幕投げるはずだった小川投手が投げられなくなった、そして田口投手もそうそういなくなったとか、山田哲人選手、まあ、エースと抑えのエースがいないこれもうお手上げですよ ね。キャプテン怪我する、はい、1番で引っ張ってほしい塩見がいない、どうするよ。いや、もう最悪だって思いますよね。だと思うよ、払いだと思いますよ、ね、なあ、だからまあそういうことから考えると DeNA と並んでんでしょ。並んでます。4月30日で並びました。そうだろう、はい、それ DeNA っていうのは最初警戒にバーンと行ったからね、はい、でもそこに追いついてるわけだからさ、はい、まあ、いかにヤクルトが頑張り DeNA がだらしなかったかっていうことで、うん、両極端になっちゃってますね。ちょっとね、OB として情けないんだよ、まあ、また DeNA の話はもういいか。いや、でも OB だからこそですよ、本当にね。多分ね、ファンは多分同じように思ってると思います。きっと厳しいことがね、いいことだとは思わないけど、指導してあげないと、うん、はい、ね、だからその教えるのと指導ととはまた違うし、うん、やっぱ指導を導いてやらないと、うん、キュッというふうにあのチーム全体をこう緊張感でグッとするっていうものがないと、うん、なんかダラ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 してるような感じに見受けられてしまうのかなっていう、うん、厳しいね、お前。いや、俺より厳しいな。すいません、いや、なんか心の声が聞こえてきて今そうだけしてました。いや、まあその証拠にやっぱりエラーの数とかね、うん、そうなんで見えないエラーもたくさんあって、はい、まあそれ考えるとやっぱりこうそう思うよね、思ってしまう。やっぱりいかにどういう練習をしてきたかっていうことで、だって組織として成り立ってないじゃないかって、こんなにエラーが出るって、うん、誰の責任なんだよって、やっぱ俺だったら言いたくなる、なっちゃいますね。企業だったらトップっていうふうに言われてしまうので、まあ、企業だったらな、はい、でもその企業のトップに立ってるやつがやっぱり指示出さないと、うん、何やってんだって。そうですよね。岡田監督なんかお前機嫌悪くなったら、平田お前ヘッドコーチなんか岡田監督が機嫌良かったですか悪かったですか人に聞くっていうね。いや、そうでもなかったぞみたいな、ちょっと安心する。本当ですか。もうそのぐらいやっぱりね、ピリピリしてるよ。まあでも勝負の世界って本来そうですから。まあね、まあ、それが必ずしもいいとは言わないけども、うん、だけどファンにさ誇れるチームにしなきゃいけないし、はい、勝利っていうのが一番こうファンも喜んでくれるだろうしね、うん、だからそこにはやっぱ責任があるからさ、はい、そこに持っていくために厳しさっていうのは俺は必要だと思うしね、うん、そうですね。だからいろんなやり方はあるけども、もう少しピリッとしてほしい。あの、ね、お金払ってやっぱり見に行ってるファンの方がいるわけで、なぜ DeNA の話そうですね。今高津監督ヤクルトだろお前高津監督もう戻せよお前。そうでした、一緒乗っかってちゃった。そうだろお前、乗っかるよりお前かぶせてきたからなお前そうでした。いやでも本当に周りにいる DeNA ファンの方が多いんですよ。そうだね。そしてやっぱり球場行ってエラー多かったとか、あの試合は辛かったっていうのを聞くと、やっぱりね、いい試合見たいなっていうのはファン誰でもそうだと思うんですよね。ただヤクルトに戻すと高津監督がようやくちょっとね、この、 あの4月の終わりにぐらいから、まあね、本当にね、戦いようがなかった、うん、耐えるしかなかった、うん、でも戦力エースが戻ってきた、まずはね、うん、まあ田口は戻ってきてないけども、塩見も先頭打者ホームラン打ったらなんか腰に違和感みたいな感じで、どうしたんだよみたいな、大丈夫かなですよね。だから、まあ、その中でやっぱ戻ってきてるよ、うんうん、であれだけ両外国人が打つっていうのは、うん、やっぱそれなりの扱いもしてあげてるんだと思うしね、うん、はい、まあ、ヤクルトはここからだよね。そうですね、はい、さあ続いてパ・リーグ、ソフトバンクは今年から小久保監督、新監督、4月いかがでしたか。もう言うことなしだよな、もうあの選手がやってくれるというか、もうバンバン打ってくれるので、やっぱね、
岡田監督が一つの監督像としての、うん、まあ、あるのかもわかんないけど、投げて打つだけじゃないんだよ、うん、やっぱ高校監督は高橋光成の時に、はい、ワンアウトをやってもツーアウトにしても、うん、やっぱセカンドに送ってんだよね、しっかり送りバントで、はい、海野か、うん、に送りバントさせてみたいな、で点を取りに行ってるとか、細かいことはしっかりやってんだよ、相手のピッチャーを見ながら、はい、いやだからここら辺はやっぱ好きないなと思うよ。それが今年の強さっていう部分にも入っかみて、いや、そういうね、緊張感がある、うん、チームにも、はい、だからわーとかやってるけど、わー打ったーほーみたいな感じは見えるけども、やっぱやるところはしっかりやってる、細かくやってるんです、ね、うん、だからここら辺がもう強いチームがこれだけのことをやられると、うん、やっぱ追いついていかないよね。そうですね、うん、だから今年のソフトバンクっていうのはなかなか落ちないし、うん、まあ、国語監督になって美しく勝つとは言ってたけども、はい、やっぱしたたかに勝っていってるよな。ですよね、うん、まあ、国母監督といえば現役の時に辛かった時のあの大栄の時も経験してますし、はい、強かった時のホークス、それから巨人に行ってもっていう、いろんな経験豊富な選手だったので、そのあたりやっぱりいろんな野球も見てきたでしょうし、まあ、そりゃそうだな、うん、まあ、だけど本当にいい野球をしてるな。そうですね、うん、いや、でプラスアルファそういう細かい野球というところでいうと、やっぱ盗塁がこれ22、これは、両チーム12チーム合わせてナンバーワンの盗塁数を誇っているので、やっぱりその一つでも先の塁、先の塁攻めてるよな、うん、っていうのもやっぱりなんかこうね、もう言うことないもん、隙のない監督なのかなっていう、やっぱ豊富な人材がいて、はい、その人材を有効利用してるというか、はい、有効活用してるというかね、はい、だからそれはもう鬼に金棒だよね。そうですね、だから優秀な人間がいてもさ、使い方を間違えると、うん、それはもう全然機能しない、はい、まあ、だけどちゃんと機能させてるということは、うん、よく見てるだろうし、はい、野球もやっぱこうよく勉強したんだろうなって思うよね。そうですね、さあ日本ハムの新庄監督です。これはもう素晴らしい。わあ、素晴らしい。出た。引くところは引く、今年は。絶対無理しない。はい。それは去年、一昨年は結構イケイケで。あ、イケイケで。経験させてたから。だけど、引くところは引くようになった。うん、で、選手の一人一人の可能性をもっと広げてるという。これがやっぱピッチャーの完投層に現れた。確かに。あの、いや、投げれるんだよって。はい。ね。そしたら、ブルペンが休める。うん、だからすごくいい感じになってる。攻撃はバントするところが徹底してバントで攻撃する、うん、でも、うん、バントしてたんで間に合わないと思ったら、うん、走ることに切り替える。へー、だからもう動きとしたら地味かもわからないけど、もうやるところはしっかり徹底してやってる、うん、これはね、やっぱすごいな。それと固定観念に縛られないから、はい、意表もつけるし、うん、意表をつくことはちょっと少なくはなったけどもね、はい、でもそう、意表をつかなくても勝てるようになってきてる、うんうん、そうなんです。だ1年目はね、1、3塁で意表をついてってことは言われてましたけど、あれから2年経ってもう戦い方も、でも不気味だぞ、まあ、1、3塁だったらやっぱり、いや、だからそういうことをまた利用してるという、なるほど、うん、だから3年がこう餌を撒いてきたものが、うん、やっぱ花になってきてるよね。そうですよね、大したもんだよ。あと今年は本当に例えば3番4番万波選手、マルティネス選手、マルティネス選手がどんなに打率悪くてもずっと使い続けてたりとか、何かこう信念というか非常にこうね、ドンとしてるなっていうのも感じたんですけれども、だから日本ハムでこういう言葉は聞かないんだよ、うん、例えば山川がいなくなった、柳田がいなくなった、うん、苦しいだろうなっていう、うん、で苦しくなるぞっていう声が聞こえるかもわかんないけども、はい、松本剛が抜けた、はい、ね、苦しいなんて誰も言わないでしょ、はい、誰か出てくるって言うんだよ。いますもんね、現に。いや、いるし、はい、必死にそこをカバーしようとする選手たちがいるんだよ、はい、だから新庄監督は人では戦わない、うん、心で戦う、メンタルか。だからそれを育ててきた、うん、大したもんだよ。それが3年目のね、この4月に開花したというか、ようやくこうね、だから清宮がいない、そうですよ、野村落とした、うん、2人ともいない、はい、誰があいつらがいないと苦しいなって言った、言わないでしょ、うん、
ニューヒーローが出てきて、むしろいない方が風通しがいいんじゃないかみたいな。でも上がってきたら上がってきたで、はい、期待もする、はい、ダメだったら外される、うん、もう本当チーム内での競争は厳しくなってる、まあ、12チーム1厳しいですからね。可能性はあるよね、はい、本当にそういう厳しさはね、うん、いやだから本当にあの新庄監督っていうのはよくやったと思うよ、ここまで。そうですね、うん、プラスアルファ、それは1年目から続けているそのインスタ、SNS を通して今日のヒーロー誰か一人選手にスポット当てて、この選手のこの子これが良かったっていうのをやっぱ発信し続けてる。それを多分選手たちは SNS 見てると思うので、よしまた頑張ろうとか、あの新庄監督は継続が好きだからね意外ですね。なんかいや俺にアドバイスしてくれた。え、なんで？だからさ、うん、1日1回腕立て伏せ、1回腹筋してください、はい、それを続けてくださいって、うん、そしたらその1回1回だけでも自信になる。続けられたことが、はい、ね、続けられたことがいやもうダメじゃないですか。いやダメなんだ、いやダメなんだけど、だから新庄監督はそれができるんだよ。だからずっとそれはね、 やり通してるんですよ。いやだから、うん、だから彼はすごいんだ。でその姿を選手たちも3年間見てるので、新庄監督を優勝させたい、自分たちも優勝したいって気持ちになるんでしょうね。いやだから彼は大したもんだよ、まあ、ね、素晴らしい。本当にね、一番監督らしいよ。あ、そうですか。だって手作りで作ってきたんだもん、自分で。ゼロからでしたからね、田植えのところから。一回ゼロにしてしました。それからこうあれしてきてるんだもん、うん、ね、7人のスター選手を作りたい。7人できたからね。すごいです、ね、伊藤博美、万波、はい、タミヤ、はい、松郷、はい、加藤、はい、北山、うん、で吉村っていうのも今年出てくるのかな、うん、金村はヤクルトのピッチャーでしたね、先発。そう、みんなキョトンとしてたそうそうそう、金村。でもその他にもヒーローね、いやいるよ、水野選手。それはもうね、名前だけは先行してるのが、うん、あの基本的なで野村だから、これが実績ついてくれば、はい、もう10人ぐらいになるんだよ。作りましたね、スター選手をな、うん、いやだから1年目から7人作りたいって言ってたけど、でも時間をかけて本当に作り上げてきてるよ、うん、タミヤなんかスーパースターになるわ、あれキャッチャーの。すごいですよね。いや本当に、うんうん、だからやっぱ大したもんだなと思って、新庄剛志、うん、ねえ、もう本当に男やなと思うもん。そうですね、次行きましょうか。そうだ、ね、さあ続いてオリックスの、はい、中島監督です。やっぱりね、味があるな、うんうん、選手とやっぱりうまくいってんなっていうのは思うよね、うん、紅林のヘッドロック、はい、ヘッドパンチ、うん、続きとか見てもサヨナラの時のね、はい、あとはやっぱこう選手のこう使い方、使わないタイミング、いろいろ見極めながらうまくチームを誘導してるな。すみません、だから最初その頓宮選手打てない、紅林選手打てない、宗選手打てない、森友選手打てないっていう時も、もういろいろこう変えながら、まあ去年もそうでしたけど、我慢もしないしな、はい、まあまあとにかく悪かったら休めって、そうなんですよ、うん、だからまあそれはもう過去3年間やってきてる、うん、やっぱ監督の色を選手たちがもう理解をしてるというね、はい、でも飽きてくるんだよ、うん、そういうやり方に選手って、はい、だんだん慣れてきて、まあ、飽きてきてみたいな、うん、で今度は人間否定とか監督否定をし始めるんだけど、はい、まあ、そういうことがなく、はい、なんかうまくやってんなと思う、うんうん、だから本当に大監督になったんだなって思うよね。そうですよね、うん、あとやっぱり4月はその山本由伸投手抜けた、山崎福也投手抜けたって中でピッチャー陣大丈夫かっていうところからのスタートもあったと思うんですけれども、まあでもそれはまあ誰かを出さなきゃいけないし、うん、そういう計算もしてるだろうけども、うん、まあでも素材のあるいい選手っていうのはいるな。いますね、下に、まあ、外になんかもう見事だもんね、うんうんうん、外にっていいピッチャーだなとも思うしね。あとは宮城投手はこの、あの佐々木朗希投手との投げ合い、あれはすごかったですね、良かったなあ、見事だな、うん、試合は 1-0 で負けましたけど、もう宮城投手も自分がエースで引っ張っていくっていうようないいピッチングもしてましたしね。あとムックンだな、ムックン、あ、ムク、そう、ムクノキ投手がちょっとそうなんですよね、ムクノキ頑張るの本当だ、なんか渋垣隊にいそうですね、ふっくん、やっくん、もっくん、むっくんみたいな感じで、ま
みっくん、宮城みっくん、みっくん頑張ったので、いやー、しゅんちゃんしゅんぺたいやー、ほんとにね、味があるというか、はい、慌てず騒がず、うん、まあじっくりいってんなっていう感じがするよ。やっぱ落ち着きがあるな、うん、そうですね、監督として、うん、まあ同居も座ってるだろうしね、はい、うん、言うことないんじゃない。そうですよね、うん、なんとなく勝ってきたみたいな、うん、気づけばパ・リーグの中でね、一番年数やってる監督になってますからね。そうそうだな、中島監督勝ってるからね。そうですね、うん、優勝もしてますし、うん、さあロッテの吉井監督です。まあちょっとチームの状態が悪いだけにちょっと迷いを感じるな、うん、監督自身の中で、はい、手を打つのにちょっと遅れたりだとかさ、うん、まあピッチャー、まあ信頼はしてやりたいんだろうけども、なんか引っ張りすぎたとかさ、うん、結果的にはね、はい、だからそういう裏目に出るケースっていうのはすごく多かったよね、はい、4月はね。そうですね、だからまあここら辺が修正できるとまあいいのかなっていうふうに思う。あとどうですか、内野手、外野手の使い方、まあ、調子のいい選手、悪い選手っていうのがいるのでなかなか固定はできないと思うんですけど、そういった中でのやりくりというか、まあその野手のやりくりっていうのは吉井監督がやってるのか、うん、まあ、野手のコーチに任せてるのかわからないけどもね、はい、まあ、やっぱりこうベテラン頼りだなっていう、まあ、若手があんまり成長してないのかなっていうのこともあるし、はい、だからベテランっていうのは、まあ、頼りになる存在にはいるけども、はい、まあ、代打を出すタイミング、まあ、その時にこうベンチでごちゃごちゃっと迷ってたりだとかさ、うん、まあ、全体的なこう監督の迷いがなんかチームに蔓延しちゃったというかさ、はい、まあ、そんな感じがするんだよな。そうですね、あとコンバートは正しかったというか、ここまで良かったんですかね、セカンドとサード良しとしないかんやろな、うん、今さらね、また戻すとか今さらどうにかなんかするっていうわけにも、まあ藤岡にとっては良かったと思うけど、うん、中村にとってはどうなのかなっていうの感じがするよ ね、 そうですね。あれね、年取ってからサードって反対向きでしょ。ああ、はい、これがショートからサードだったらまだいいんだけど、はい、セカンドからサードって意外に難しいんだよね。確かに俺も経験があるけど逆ですね、ものすごいファーストまで遠く感じるからね。だからそういうのこととか、やっぱ今まで取ったことのない打球が来るからね、うん、セカンド守っててこうやって切れる打球なんて絶対来ないから、サードだとむしろこうシュート回転で来るボールが多いから。逆なんですか。逆なんだよ、だから全部逆だから、それはね、簡単に考えてる人はいるかもわからないけど、結構な難しさあるんだよ。これね、ショートからサードっていう方が簡単だよ。まあ、例えばジャイアンツの坂本がね、はい、サードに行く、うん、まだいいよ、うん、でもね、これは中村がセカンドからサードっていうのは結構難しいかも。そういう意味でコーチと話し合ってとかってあったんでしょうけど、まあ、まあ そうだね、それがどうだったのかなっていうのも考えてしまう4月だったのかなっていう、距離感にまず嫌な感じがするよね。ちょっと遠いって感じるでしょうね、セカンドから、まあ、バッターとの距離、あ、バッターの近いなと思うよね。あ、サードの方がいつも前進守備してるみたいな感じになる。もうそこから違うんですね。でカーンって右バッターが痛烈な打ってきたら、うん、こうやって切れてくるしな。あ、こうか、うわ、こんな打球なんかセカンドに全くないから。そうかいや、だから、まあ、そういう面では戸惑いはあるだろうけどね、うん、まあ、失敗か成功かっていうのはやっぱ終わってみなきゃ分かんないな、うん、まだな。そうですね、うん、ただやっぱりこう5月はね、迷いなく、うん、もう決断早くスパスパッといった方が、はい、俺はいいような気がするよね、うん、チーム全体的に見ても、はいはい、さ、楽天今井監督です。やっぱりピッチャーがちょっといないな、先発ピッチャーがな、ちょっと足りないし、うん、はい、まあ、野手にしたって、まあ、島内がやっと打ち出したけども、はい、浅村に一人頼ることが多かっただけに、うん、辛かったよね。そうですね、もう最初は出だしからちょっと得点ができないとか、打率が上がっていかない選手がずっと並んでしまったとか、まあ、まあそうだな、はい、まあ、ただここに来てね、ある程度野手も機能してきたし、うん、ただピッチャーだよな、はい、ちょっと防御率が、ね、悪いですもんね、 3.83、うん、で失点も多いです、うん、だから、まあ、ここら辺をどう整備していくかじゃないの、うん、だから監督として俺やってることっていうのは、あ、もう少しこうすればいいのにとか、うん、そういうのはあんまりないんだよ。時に例えば選手に対して厳しいことを、まあ、伝えるとか言うとか、うん、とか、うん、あとは、あ、ここでこうした作戦を打つといいのになっていう、うん、まあ、いろんなことを考えてもそんなに間違ってはないんだよ、うん、まあ、偉そうに言うけどね、うん、まあ、そんなに違和感を感じない、はい、だけどやるのは選手だからさ、うん、だからそこまで育ってない選手もいれば、まあ、しっかりできる選手もいる、
ピッチャーも野手もちょっと足りない部分というのはあった。あの、ね、これそれは近年ずっとここ数年言われてるところだけど、あとはね、情捨てて、はい、でね、選手の過去の能力っていうのは実績とかも含めてなしにして、うん、自分のチームを作った方がいいよ。今谷監督の楽天というのも、じゃないとね、変なことが起きてる、うん、そうプレーの中で。プレーの中で、あのね、俺思うけど、バックホームで3メートル離れたところに投げたら、それはね、もうプロの選手じゃないと思うぐらい、うん、それすぎなんだよ、3メートルって言ったら、はい、3メートル相当それる。それは何ですか、それるからそれはって言ったわけじゃないんですけど、どういう、だからキャッチボールができてないというのと、基本ですよ、ちょっとね、いい加減すぎるプレーが雑なんですか。ああ、うん、ほらね、プロのね、外野手、まあ外野手だね、バックホームして3メートルそれたらいいよ、もう外れていいと、あの、帰りに入れるからみたいな、そんな感じでいいと思うよ。うん、厳しくいった方がいいんだよ、ね、うん、だって3メートルそれたらもうプレーなんないもん。確かにそうですね、ランナーまたもう一人帰ってきちゃう。いや、そうだよ、うん、いや、そういうシーンもあったしそうですね、もうね、見せらんないよ、子供に。そうですよね、何をやってんだってことになっちゃう。また野球教室行ったら何が大切、うん、とか言って子供に聞いて、うん、キャッチボールってよく分かってる、ね、子供の方が分かってる、ね、いや、お前できてねえじゃないかって子供に突っ込まれるよ。そうですね、そのぐらいそれてんの。ちょっとそれはもう一から。いや、だから、まあ、そういうね、もう本当に情を捨てて、はい、できる選手を使った方がいい、将来的にも、ね、うん、はい、と俺は感じる、うんうん、そこら辺は厳しくやった方がいい。そうですね。じゃあ最後、西武の松井稼頭央監督です。まずやっぱり情を捨てた方がいい。これ二人ともそうですね、今井監督もそうです、ね、それどういうところでやっぱ情って感じますか。 PL は情に薄いと思うんだけどな。非常非常だと思うんだけどな。でも人柄なんでしょうね、松井監督の、まあ、人柄だろうね、うん、でもやっぱり試行錯誤するのは分かるけど、まあ、例えばよ、はい、将来的にこの子は絶対一番バッターだろうなっていう子をもう我慢して、うん、どうせ打てないんだったらこの子は打てないっても責任ないじゃない、はい、でも打てると思えば将来的には絶対一番、もう我慢して使い続けること、うん、もうコロ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 変える。まあ確かに分かるよ、やっぱピッチャー一生懸命投げてるし点取ってあげなきゃいけないから、いい打順を組みたいとか、うん、そういうのはあるけども、そこはもう情を捨てて、はい、もうこの子で一番に行く、うん、これは西武の将来のためだっていうふうに考えると我慢できると思う、はい、やっぱ西武の球団に対しての愛情もあるだろうし、うん、だからそのぐらい居座ってもいいな。もう、ああ、うん、でピッチャーもやっぱもう使えない選手はいる、うんうん、でも投げさせてる、はい、これはやっぱりね、情は捨てた方がいい、うん、そうですね、そこは厳しい世界ですからね、うん、だからそういうことが邪魔してる可能性はあるな、うん、彼は人がいいからね、本当にナイスガイだから。でもそこが足を引っ張っちゃってるってこともあるんですね。そう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 、監督として。そうだな、うん、だからそこら辺はやっぱりちょっと厳しい目を持っておいた方が、うん、自分のためだし西武のためだな。そうですよね、うん、まあ、前任の、ね、辻監督から前監督から引き継いで松井稼頭央監督になってね、なかなかちょっと厳しい年が続いてるのかなっていう感じもしますし、あともちろんね、あの主力が出ていったっていうケースもあるので戦力がねダウンしてるっていうところあるんですけど、それでもなんとかしなきゃいけないっていうのが、ね、いや、それはなんとかするために監督になってるわけだからさ、うん、なんとかしてよそうですね、いやいや本当によ。そう、選手からしたらそうだろうな、ピッチャー陣は思ってるかもしれないですね。いや本当に先発陣は特に、うん、采配とかでもやっぱりそうなんですね、ちょっと優しいところが出てしまってるんです、ね、だからね、まあ、エンジン組んで伝えることは伝えだっていいじゃない、うん、試合中でも、うん、まあ、高校野球でもいいよ、はい、もう毎回毎回、うん、この回はこうするぞみたいな、うん、いうことを伝えだっていいと思うよ、はい、だから、まあ、ミーティングはそれにしてるかもわからないけど、でもそれできないんだったらもう一度伝えるとかさ、うん、まあ、そういうことをしていかないとダメだろうなと思う。そうですよね、戦力的にね、本当最下位にいるチームではないだけに豊さんね、優勝もしてます、まあ、ピッチャーは優勝できるメンバーで、うん、はい、野手は最下位で、 そこやそれ悔しくないかって、野手が、うん、だからそしたら
4位までに上がったら優勝可能だよ、うんうん、俺はあの投手陣を見て優勝できないと思えないもん。そうですよね、本当に。確かに。もう俺優勝候補なんだ。そうですよね。いや、何個借金してんの。10個。ふざけんなよ4月で10個はちょっとちょっとそうですよね。そこ松木監督に頑張ってほしいですよね。まあまあ、でもまだ諦めるねことでもないし、まだまだ、そうです、まだまだチャンスあるし、うん、そうですよね。だから頑張ってほしいな。そうですね、はい。まあ、ね、12チームの監督総評やってきましたけれども、まあ、5月の終わり、6月の頭に、はい、まだこのね5月の監督総評やっていきたいと思います。はい。